小池正勝1月17日隊は、日本の政治家、参議院議員、新党改革精神会長、徳島県徳島市長を務めた。東京都板橋区生まれ、東京都立竹林高等学校、東京大学法学部卒業。1975年、建設省に入省。1984年より、徳島市役所へ出向し、徳島市開発部長に就任。 1988年、徳島市助役に就任。1993年、徳島市長選挙に無所属で出馬し、初当選を果たした。当時、県庁所在地では最年少の市長であった。1997年、2001年の徳島市長選でも再選。1998年、徳島市職員ご助会廃任事件が発覚。 徳島市労働組合の市職員組合元書記長で、ブラック解放同盟会長の息子であった、井上直樹や市職員組合元委員長で、天水連連長の山田実らから、脅迫や同活、暴力を受け、市政への不法介入をされていた事実が後半で、明らかになった。小池は、市政の混乱の責任として、減給10分の後、3ヶ月を受けた。2004年、 徳島市長を辞職。第20回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、徳島県選挙区から出馬し、当選した。2007年、第1次、安倍改造内閣で、外務大臣政務官に任命され、福田康夫内閣においても再任された。2010年、自民党徳島県連が実施した第22回参議院。 議員通常選挙の徳島県選挙区の公認候補の選定をめぐり自民党に離党届を提出。改革クラブに合流し、新党改革の決闘に参加。舛添陽洋一代表のもと新党改革精神会長に起用された。同年7月、第22回参議院議員通常選挙に徳島県選挙区から新党改革公認で出馬したが落選した。 徳島市の五条会廃任市長ら75人を処分に被告懲解面、武田収入役は隕石辞任。徳島新聞長官。小池正勝外務大臣政務官外務省。小池正勝、プロフィール、参院選2010、読売オンライン。ありがとうございます。